小国町、白鷹町、飯豊町及び長井市の公の施設の相互利用に関する協定の締結式を開会いたします。やっぱり広域で利便性の高い、そしてさまざまな楽しみ方ができる、そんな公の施設の利用の仕方をですね、ぜひこれからも、皆様とご協議しながら、より利便性を図っていき、増進が図られるものと思っているところでございます。アフターコロナの暁にはぜひ広域の形で、いろんな文化活動をやっている、芸能活動をやっている皆様との一緒になっての活動ができるのではないかということで、非常に期待しているところでございます。いろいろな地域の方々がいろいろな、考えていることがたくさんおられるわけでして、大勢でやる場合、それから少しの人数でやる場合、私どもの方は少しの人数で楽しめるということは十分可能でございますので、これからもぜひご利用いただければありがたいと思っているところでございます。今後白鷹の紅の町、小国のさまざまな大企業がおります交流の町、産業の町と、そして長井市と、いいでも仲間に入れていただいて交流を深めることが非常に大事だと